家紋の神を見とろうしが血濡れの人影は蓮田一五郎蓮田様と蓮頼隊のそのまま駆け抜け必ずこの先に夫忠左衛門も生死いずれと車にて過ぎし時、つまり明治になって、師匠の歌子とともに車っていうのは人力車でしょうかね。それで、桜田門の脇を過ぎる時に師はかの万延城址の変にということで、桜田門外の変があったと聞いた時に赤がっぱ万重傘というね、しもべの姿に身を扮してその場に駆けつけたということの思い出を語ったっていうんですね。どうなるかドキドキはしていたんですけれども、皆様の拍手をいただいたあの拍手でちょっと心の荷が下りたような気がします。地元というのは一番温かい場所なので、こう肩の荷が下ろしてといいますか、こう肩の力を抜けて、はい、思い切り演奏して弾き語りすることができました。ここで演奏するのが一番自分の表現したいことが表現できるような気がしてます。素晴らしい魂が揺さぶられました。前も聞いたんですけれど、今日もまたとても良かったです。